超速報アウェイ戦中止で不戦勝の可能性、北朝鮮の不安要素はこれらしい。前の動画でもご紹介しましたが、21日のホーム北朝鮮戦終了後に、26日に平壌で予定されていたアウェイ北朝鮮戦の中止が決定したことを発表した JFA の田島会長だが、今回は不戦勝の可能性もあるようだ。中止に至った経緯としては北朝鮮側が日本代表チームを含めた日本からの入国を全面的に禁止することにしたとのこと。複数の関係者によると、北朝鮮側は日本国内で、致死率が3、7割と極めて高い激症型溶血性連鎖球菌感染症の患者が増えていることを問題視。北朝鮮国内での感染拡大を防ぐための策だという。国立感染症研究所のデータによると、患者数は約10年で3、5倍に増加。今年に入って2週間で87人が報告されているようで、20日夜に北朝鮮側から北朝鮮国内では試合を行わないと AFC に連絡があった模様。ほんまにこれが理由なんか？じゃ日本に試合しに来てる北朝鮮代表選手団も帰国できにゃん。とてもじゃないけど将軍様に試合見せられないと判断したか？ああよかった。正直ミサイルバンバンする国に行ってほしいとか思ってなかった。めんどくさいから、もう不戦勝でいいやん。負けるの嫌で疫病のせいにすんのくさ。ドタキャンかよ。友達と飯食いに行くとかレベルのことじゃないんよ代表戦って。まあいいけど。安心した気持ちもあるけど、代表戦たった1試合で終わってしまったの切ない。躍動する長友見たかったわ。森保さんさあ絶対次も長友招集してくれよ。そりゃ向こうに行かないに越したことないんだけども、欧州からの移動だって楽じゃないんだわ。